コインの借金を背負ってしまった松田さんにはひな地下王国で労働して、ちゃんと働いてくれてますか？いや働いてるんですけど、はい、もう狭くて激寒で、はい、これいつになったら出られるんですか？おう10万円分働いてもらうな、困るでほんまに、往生しますよほんまに。なんかでも、うん、食器以外にも、はい、ここに、はい、サイコロ、はい、サイコロがあるんですけど、チンチロだ、これって何なんですかね？大月という男を探してもらって、もし見つけたら、はい、勝負ができるってことなんじゃないかな。言うかどうかだよね、うん、気をつけてね、どこにいるんだ、うん、そのサイコロを使ってもらった方がいいぞ、使った方がいいぞ、大月のサイコロだとどえらい目に遭うからんーだ、松田このか、松田さん松田さん映ってますよ、松田さん、はいはいはい、映ってますよ、はい、気づいてたと思いますけども、気づいてたの？いや、ですよ、いや腕上げてるね、気づいていたのに。松田さんね、誰からも愛され人気運が高まります。リズム系のゲームやドッキリ企画でリアクションの良さが話題になり仕事が増え、ワイプでの表情が上手だということで評判になりますと。細かドッキリとかどうすか？気づいちゃうかもです。ちょっと生意気言うなよそうだな、絶対かけるからな、日向坂上は、うん、気づくわけないんだよテレビの時、絶対やるからな、忘れた頃に、うん、とりあえず松田が獲得したお寿司は一旦地下労働施設にお届けして、そして借金分働いた松田が地下強制労働施設から無事帰還。綺麗になってる、はい、ああなくなった洗い物も。